山口勇は、日本の俳優である。本名同じ。ナルセミキオの現存する最古の監督作、腰弁頑張れの主演俳優であり、戦後も、東映京都撮影所の脇役俳優として知られる。1904年3月4日、東京府東京市麻布区、竹谷町に生まれる。小林信彦によれば、赤坂区青山出身の小林の母は、山口のいとこにあたるといい。 つまり山口から見て、小林は上位にあたる。麻布区内の東京市立南三山人城小学校を卒業し、旧正・高輪中学校に進学する。二学年上に、後の俳優の江川うれをがいた。同校を1922年に卒業し、明治大学法科に進学する。1923年9月1日に起きた関東大震災を経て1924年には、 同学を中途退学し、父が当時経営していた無線通信器具の工場に勤務した。その後、同工場を経営していた父が亡くなり、その経営を引き継いだ。1929年末の情報が記載されている、商工省編纂全国工場通覧昭和6年9月によれば、同工場は山口電気工場といい、所在地は山口の自宅と同一で、 1909年5月に開業しており、同年末時点での同工場の代表は山口勇である。万26歳になる1930年3月、同工場の経営権を弟に譲り、小竹蒲田撮影所に入社、同年12月31日に公開された石川和夫監督による鈴木伝明主演の正月映画、大学の顔役、ラグビーペンで映画界にデビューした。 1931年8月8日に公開された、成瀬美キ夫監督のコシベン弁頑張れで初の主演を果たす。同年9月には、当時の同社のスター俳優である、鈴木伝明、岡田時彦、高田実、渡辺敦志らと共に同社を退社。彼らが設立した映画会社富士映画社に参加するが、1933年3月には、同社が解散。その後、さらに、 デン・アキラや佐久間大子らと共に東京吹田多摩郡調布町に新設された日本映画に移籍、中村の鬼が監督した上海から来た女に出演するが同社が間もなく解散同年5月には小竹蒲田撮影所に復帰している同年清水博監督の旅根の夢斉藤虎次郎監督の和製キングコングに主演する多く演を重ねながら 翌1934年には、吉村幸三郎監督の抜き足差し足、1935年には、斉藤虎次郎監督のサウンド版、アーハクジョにも主演した。同年3月には、松竹キネマの陶器製作に不満を持った、重修村が独立して、東京発生映画製作所が発足、藤井光、次、帯名田伝え、三井広次らと共に、松竹キネマを退社して、 その設立に参加、同年8月25日に日活が配給して公開した、茂舟監督による同社の第一作、乾杯。学生諸君に出演した。1938年3月には、藤井らと共に同社を離れ、新興キネマに移籍、同社の東京撮影所に所属して、現代劇に出演した。1942年1月27日、同社は、 日活の制作部門及び、大都映画等と合併して、大映画成立した後は、同社に継続入社して、日活京都撮影所改め大映京都撮影所に、所属した。第二次世界大戦終結後は、大映東京撮影所に所属したが、京都の小区京都撮影所、東横映画の作品に多く出演するようになり、1951年4月1日の、東映設立以降は、 東映京都撮影所に所属した。満60歳を迎える1964年までは、テレビ映画を含めた出演歴が確認でき、その15年後、満75歳となった1979年10月23日に発行された日本映画俳優全集、男優編の山口の孔には、存命人物として、東京都豊島区南長崎の連絡先が示されているが、 すでに引退しており、以降の消息は不明、没年不詳とされていたが、2002年1月1日に発行された日本映画スチール州振興記念マモダニズム編によると、引退後は、同情の連絡先でうなぎ屋を経営していたと言い,い、1982年に死去したとされている。満77から78歳を打つ。主演作、腰弁頑張れ、左は西村誠司。 主演作、和製キング、コングのスチル写真。特筆以外すべてクレジットは、出演である。公開日の右側には役名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。 すべて制作は、松竹蒲田撮影所、すべて配給は、松竹キネマ、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、富士映画社、特筆以外すべて配給は、新行キネマ、すべてサイレント映画である。すべて制作は、松竹蒲田撮影所、すべて配給は、松竹キネマ、特筆以外すべてサイレント映画である。すべて制作は、 東京発生映画製作所、すべて配給は日活あるいは東方映画以降すべて陶器である。特筆以外すべて製作は新興キネマ、東京撮影所、すべて配給は新興キネマである。特筆以外すべて製作は大英京都撮影所、すべて配給は映画配給者である。特筆以外すべて製作は大英東京撮影所、 特筆以外すべて配給は大英である。110分弱で原存特筆以外すべて制作は東英京都撮影所。特筆以外すべて配給は東英である。ありがとうございます。